ケルト十字ケルト十字は、ラテン十字と十字の交差部分を囲む間からなるシンボルである。ケルト十字の起源は、キリスト教以前にまで遡るが、後に、ケルト系キリスト教の特徴的なシンボルとなった。ケルト美術の主要な一部ともなっている。この衣装はまた、アイルランド十字や、アイオナ十字とも呼ばれる。ペール・ラシェーズ墓地のケルト十字アイルランドと、 大ブリテンのケルト地域では、支柱を持たない多くの十字架が建てられ、最初期のものは遅くとも7世紀に遡る。これらのケルト十字の中には、ルーン文字の碑文が記されたものがある。いくつかは、アイルランド以外にも、コーンウォールやウェールズ、ヘブリディーズ諸島などに残っている。他にもカンブリア州やスコティッシュボーダーズに十字架があるが、いくつかは似通った、アングロイコールサクソン十字である。 十字と円環を組み合わせた表現は広く見られ、キリスト教以前にも存在した。太陽十字と呼ばれるこれらは、青銅器時代のヨーロッパに見ることができる。アイルランドでは、聖パトリックが異教のアイルランド人を回収させる際に、このケルト十字を作った、という伝説が広く信じられている。彼は、キリスト教のシンボルであるラテン十字と太陽の、 シンボルである円環を組み合わせたとされる。これは太陽の生命の源としての属性を十字と結びつけることで十字の重要性を異教の信者だったアイルランド人にキリスト教を布教しやすくするためだったとされる。政治的なシンボルとして使われるケルト十字のレイケルト十字や太陽十字に類似したシンボルは 白人優越主義やネオファシズムのグループのいくつかが象徴として使っている。それらの多くは単純な線からなる非常にシンプルな衣装であり、伝統的なケルト十字の装飾的な複雑さは持たない。これらは太陽の車輪、サンホイールとも呼ばれる。これらのグループがなぜケルト十字をシンボルとして採用したのかは不明だが、このシンプルな衣装に、 針十字と類似する点があったからではないかと考えられている。イタリアでは、ケルト十字はこの政治的な使われ方の方が強くなり、伝統的な意味で使われることは少なくなっている。イタリア国内では、競技場内での利用が禁止されている。フランスなど、ヨーロッパ大陸の境界では、ラテン十字が多く、内部や装飾品に用いる程度だが、ケルト十字を 教会十字にしているところもある。フランスの教会にも都市部から地方にケルト十字を教会十字にしているところがいくつかある。パリ最大の聖堂であるノートルダム大聖堂では内部にモーニュメントとしてケルト十字が数多く用いている。ケルト系キリスト教が信じられているアイルランド国内やイギリス国内の北、アイルランドやスコットランド、ウェールズでは ケルト十字は幅広く用いられている。ケルト系キリスト教の広まった各地のレリーフや教会、墓地の十字架は、ケルト十字である。アイルランドのモナスターボイスやクロンマクノイズ、クレンダロッホにあるケルト十字レリーフが有名である。アイルランドで植樹による328フィートの巨大な、ケルト十字が見つかった際に、ミステリアスセルティッククロスと報道され、 後にすでに亡くなっていたアイルランド男性が植樹して作ったと判明した際に美談として報道された。アイルランド人墓地はケルト十字であるため、カナダのアイルランド移民墓地の墓の十字に利用されている。ありがとうございます。